こんにちは。今日はシンガポールズーに来ています。こんな感じで。めっちゃ広くない？今から回ってきます。今お猿さんがいそうなエリアにいます。これそうじゃない？これって？あれもそうだよね、多分。こんなの初めて見たわ。ホワイトタイガーってメゾタイプだったの？お湯を入れます。びっくり。でっか。すごい。今ねフォレストに来てるんですけど、ライオンキングの世界に来た感じ。すごい楽しい。何これ、何これ、ポケモンやん。チルタリス。君は飛ぶのかな、歩くのかな、どっちも立ってる。あなたは誰かな。歩いてる。綺麗ですね。みんな仲良ししてる。あ、かわいい。仲良しさんですね。
よって。うんうん、綺麗。サイエンスアートミュージアムに来ています。未来のボールみたい。玄米茶のリングイネをいただきます。私が飲んでいるこのカクテルもティーのカクテルです。いただきます。今このアイスを食べているんですけど、紅茶っぽくなくていちごに見えるけど、実はめっちゃ紅茶の味。びっくり。日本でこの色してなんか甘酸っぱいティーの味のするこういうアイス食べたことがないから初体験です。めっちゃ美味しい。今からはセントスター島からシンガのメインアイランドの方にケーブルカーで移動します。セントスターは島自体がユニバーサルとかいろんなアトラクションのある施設もあったり、なんか大きなマーライオンもいるし、本当に島全体がエンターテインメントな島でした。景色が綺麗なので写真をしてきます。めっちゃ見に行くけど、多分遠くの方にインドネシアとかも見えています。